すぎ、リップ塗ったのにやばい、なんかしやばい、むっちゃ体調悪そう。やばいって、ちょっとテンションおかしいねん。お昼ご飯を食べながら、あ、配信します。宇宙ライブ公演よろしくお願いします。はるちゃんもういない。はるちゃんはね、むっちゃすぐ退散したね。早かったね。食べかけのオムライス食べます。なんかあんま綺麗じゃないかな、店んとこ。いただきます。絶対お箸じゃなかったと思ったのにさ、お箸でやって、お箸持ってきてしまった。うん、スタミナつけないと。10ライブ公演、コンビニケータリングです。コンビニではないと思う。やばい、寒すぎる。オムライス箸で食べるってあかん、もしかして。日本人としてやってはならない行動、もしかして。やばい、肩刺さってない、全然いい、ほんまに信じてるで。食べれればいい。なんかさ、作法、作法じゃないわ、礼儀みたいな、なんかあるやん。日本人やから、あ、逆にいいんか、日本人はやっぱお箸の方がいいのか。うん、がなんかご飯とか食べるときにこうやってこぼさへんようにこうやって手添えるのあかんなし、がなんかあのマナー的になんかあかんなし、めっちゃやっちゃう。え、待って、何これ、びっくりした。え、何今の、すごいエフェクトっていうか、待って、どれだろう。あ、まさゆきさん、ありがとうございます。すごいびっくりした、なんかフィルターみたいなの急に出てきて、フレームか、びっくりした、ありがとうございます。まさゆきさん、ありがとうございます。パン美味しくいただきました。え、すごいびっくりした。え、これなんかなんでさ、背景こんなんなん、タワー2個分。ありがとう、いつもこんなさ、ほんまに何もしてないのにありがとうございます。手ね、添えちゃうな。そう、でもあかんらしいから、ちゃんとしたお店は行くときはあんまないけど、ちゃんとしたお店に行くときは手を添えないようにしないとね。なんかそういうマナーとかってさ、誰にからもさ習わへんからさ、ほんまになんか高級店行かれへん、行ったらなんか何も分からへんと思う、なんか難しすぎて。
なんかさ、もうフォークをこうやって置いたらなんか何かとかさ、なんかあるやん、なんかごちそうさまの合図とかさ、なんかなんやっけ、ランチョンマットみ、ランチョンマットあのこぼさへんようにさつけるやつを、どっかどこやっけな、椅子やっけな椅子かどっかに置いたら美味しかったっていう意味みたいな、なんかそんなんない、あのなんかマナー、エプロン、あそうエプロン、あ畳み方かな、なんか美味しかったっていう意味の畳み方なんかあるよ、そういうのとかちょっと難しいよね、そういうのってどこで学ぶんや、やっぱ誰かに、あ、くしゃくしゃにするんか、あ、なんかちょっとナチュラルな、あのぐちゃぐちゃじゃなくて、あのなんかふわっと置くみたいな感じのやつ、ふわっと置いて、ふわっとなんか置いといたら美味しかったっていう意味みたいな、あ、それそれそれ、そういうのとかさ授業とかで、え、そういうのをさ授業で習いたい、なんか勉強もいいけど、でもさ、そんなん綺麗に畳んだ方がいいと思うやん、なんか絶対知らんとさ綺麗に畳んでる人いっぱいいると思う、難しいよね、本当に奥が深いわ、食は神戸、そう神戸コレクションありがとうございました、昨日、うん、の見に来てくださった方は多分ずっと外で待ってたと思うから、ほんまにみんな風邪ひいてないか心配です、うん、無事ですかみんな、ゆいな、ゆいなはマナーに詳しいんかな、ゆいなに聞けばいい、ね、でもランウェイを歩いてるとき、神戸コレクションの話なんですけど、ランウェイを歩いてるときは雨降ってなくて、そうなんか始まる前とかが結構雨降ってて、でも始まる前までやっぱお客さんとかずっと座って待っとかなあかんわけじゃないですか、そうだからみんな寒かったやろうなと思ってあったかくしてね、なんかねほんまにシンシンがあの 外でこうイベントとかの日ほんまに寒い、今日とかさあったかいやんあ今日も雨か、でもなんかさ、なんか最近ね天気悪いそうフェスじゃないわ、あれなんや、イベントのこの間のね、あのドッグライフ、ライフウィズドッグとかもね雨降ってて、あ雨は降ってなかったかな、雨は降ってなかったけどなんかすっごい寒くて、気温が低い日が多いし私お知らせなんですけど、エバーグリーンっていう競馬の番組がありまして、その番組の新メンバーになったんです。でそのロケに
まあこないだ行ってきたんですけど、その日もむっちゃ寒くて、それまでめっちゃ夏日が続いてて、で毎日のもう半袖で行けるやんっていうぐらい暑かったのに、そのロケの日だけむっちゃ寒くて、もう凍えながら、あの歯を食いしばりながらロケしました。その放送が4月23日に放送されるので、日曜日のお昼に見てください。日曜日のお昼はしっかり。ありがとうございます。そう、競馬はやったことないんですけど、でも、まあ、最近結構このお仕事やらせていただけるってなって、結構競馬のことを調べたりして、で桜花賞を最近やってたじゃないですか。でのかけてはないんですけど、なんかそのなんか見てた予想、勝手に予想してたよ。そしたら全然知らないけど、なんか結構最初とかは勘でやって、なんか馬が可愛いとかそういう理由でかけたりするみたいな感じで聞いたから、なんかちょっと推し見つけようみたいな、ちょっと軽い感じでちょっとなんか予想みたいなしてみてんけど、めっちゃ外れて、ちょっと大丈夫かなって思ってます、この先。まだね、そういうなんかちゃんと走ったりちゃんとなんか競馬を見れてないのであれなんですけど、ちょっとこれからいっぱいお勉強していこうと思います。もうすぐね2回目の撮影があるので、馬娘、確かに馬娘もやろうかな。馬娘って何なん？アプリ？ちょっと頑張ってお勉強をしようと思います。アプリか、アプリじゃあダウンロードしてみよう。アニメあんまり、結構ねギャンブルアイドルなってきてます。うん、馬って乗れるん？そう、シンシンほんまにまだ未知で、未知の世界なんですけど、なのでちょっと詳しい方とか、こういうのこれ見た方がいいよみたいな、その馬娘とかなんかあればぜひ教えてください。でもそのなんか競馬って大体土日じゃないですか、その大きい大会とかは。でも土日のスケジュールがほんまにお話し会で埋まりすぎて、もう来週から6月ぐらいかな、もう1回もその番組出れないんですよ。めっちゃ悲しくない？いや、お話かももちろん楽しみなんですけど、うん、だから1ヶ月とか2ヶ月ぐらいもうすでに休みっていうか出れない日が続けます。今のシーズンはね、土日なんで。そうなんですよ、悲しい。そう、幽霊部員、部員ではないけど、だからちょっと撮影に全然参加できないっていう。まだだって2回ぐらいしか撮影してないのに
そっから2ヶ月とかそんぐらい空いたら結構もう初めましてぐらいに戻っちゃいそうな感じがするけど大丈夫なんか。ね、5月が一番さこう盛り上がる時期というかじゃないですか。やのにあの5月ほんまに一日も空いてる土日ない。最初の土日も札幌コレクションがあってでその後は全部お話し会で、ね、ちょっと早速しばらく出ないんですけど、でまあ夏ぐらいかな、夏ぐらいにまたちゃんと見られるのかなとか思ったりしています。まあお楽しみに一緒にお勉強しましょう。そんな感じですかねというお知らせでした。公演はいつも通りやりますよ。平日でも平日に。確かに公演しばらく土日ないかもね。なのででもゴールデンウィークとかなら皆さん平日お休みなんじゃないかなって思ったりどうでしょうか。まあ、公園あるか分かんないんですけど、もうゴールデンウィークな、どうやろう、ライブがあるから。でもまずはそれですね。でもアジスさんリハーサルやってるので楽しみにしててください。それではちょっと公演準備もしないとダメなので終わりたいと思います。見てくださりありがとうございました。それではランキングを読みたいと思います。いきます。13位、よしさんありがとうございます。12位、野原しんのすけのすけありがとうございます。11位、あ、ちょっと変わったからもう一回言います。13位、よしさんありがとうございます。12位、7848応援隊さんありがとうございます。11位、野原しんのすけのすけありがとうございます。10位、コムソーありがとうございます。9位、ひよこありがとうございます。8位、カドピーありがとうございます。7位、もっちありがとうございます。6位、ケンチありがとうございます。5位、松井屋ありがとうございます。4位、ギリさんありがとうございます。3位、ともたんありがとうございます。2位、京都のおやじありがとうございます。1位、まさゆきさんありがとうございます。すごい豪華なタワーも本当にありがとうございます。まさゆきさん、皆さんも見てくださり本当にありがとうございました。今日は2回公演なので体力を蓄えて頑張っていきたいと思います。夜公演が始まる前にまた配信するのでぜひ見てください。それでは行ってきます。